い、皆さんこんにちは、こんばんは。今回はね、この多分ね、Amazon で一番安いであろうというオープン電子レンジですね。これがね、ちょうど丸々半年ね、使ってみたんでね、まあその感想とね、まあちょっと不具合みたいなのをね、ご紹介したいなと思いますね。まず最初にね、まあこの扉がね、ちょっと非常に硬いんですよね。これまあ開けるときはね、いいんですけどね、まあこの閉じるときですね、まあ使ってたらまあ相当柔らかくなって、ないんですかね、締まりが良くなるんじゃないかなと思ってね、期待してたんですけど、あんまり変わりませんね。この開けるときよりもね、この湿った時のね、この音ですね、結構これまあ夜中なんかね、使用されるときにちょっとご近所さんにね、ちょっと気使うんじゃないかなと思いますね。あとはね、こういうパックご飯ですね、まあ買った当時はね、このままでもね、温められてたんですけどね、まあレンジで2分ぐらいでね、スタートするとね、こういう形でね、エラーのね、ゾレニウムがね、つくんですよね。これはね、多分重さが足りないんでね、こういう形で止まってしまうんですね。こういう時にはね、こういうお皿ですね、お皿を一つ持ってやってね、こういう形でね、温めてやるとね、必ず成功するんでね、まあちょっと重量センサーのあたりがね、ちょっとおかしいんじゃないかなと思いますね。というんでね、まあこれより小さいね、共用のよくパッケージでこう小分けになっているやつありますよね。ああいう形だったらもう単体でね、このお皿なくてね、こういう形で置いてやるとね、もう必ず失敗しますんでね、この辺がちょっと急いでる時に難点かなと思いますね。あとはですね、こういう形でね、手前にね、物を置いてね、こう温めてね、あ、今エラーなんでね、取り消しをしてやりますね、とりあえずね。でレンジで、まあ、10秒ぐらいスタートさせてやりますね。いう形でね、今はね、とりあえずこの辺で止まったんですけどね、まあ確率的にね、ここに置いてやるとね、奥でね、止まること多いですね。これは結構ね、取りにくいんですよね。前に使っていたやっぱり日本製の電子レンジなんかはね、ここに置いてやるとね、もう温め終わってもね、回転だけしてここにね、戻ってくるいう形でね、ちゃんと止まってたんでね、その辺のね、配慮がやっぱりこう中国製かなと思いますね。あとね、使ってて思ったんですけどね、この手動でね、まあレンジ、まあ何分何十秒いてね、自分で指示してやるよりもね、ここに番号打ってね、まあトーストとかね、これコーヒーとかお弁当とか書いてますけどね、このお任せボタンにね、任せてやって、まあ温める方が、まあちょっとね、まともに温められるんじゃないかなと思いますね。でもね、やっぱり何ですかね、このまあ振動のね、この電波ですね、これがね、ちょっとムラなくね、あんまり当たらないみたいでね、ちょっと温めムラが若干多いかなと思いますね。まあその辺がね、ちょっとやっぱり気になる方はね、ちゃんとまあした日本製ですね、日本で作られたものをね、おすすめしますね。まあでも価格的に言えばね、まあ価格層ではあるんですが、まあ安いんでね、まあコスト的にはいいもんじゃないかなと思いますね。まあこれね、私が買った時にはね、ちょうどクーポンみたいなのがついててね、まあ6500円かぐらいでね、買えたんでね、まあその金額であればね、まあいいもんだなと思いますけどね、今現在ね、9000円弱で売られてますね。まあこの9000円という金額でね、まあどう判断されるかはね、ちょっと微妙なとこだなと思いますけどね。まあでも安くあげたくてね、まあちょっとしたもんだけね、温めるんであればね、この下にね、お皿さえ置けばね、まあ一応機能を果たしますんでね、ということですね。本日は以上になります。ありがとうございました。失礼します。